どうしよう、どうしよう、どうしよう。練習時間がどんどん迫ってきてる。クールにならなきゃって意識するほど余計に混乱してきちゃう。って、ダメダメ。私ったらまた弱気になって。落ち着け。冷静に落ち着くのよ、私。イルカの期待を裏切らないように頑張らなくちゃ。でも、うまくごまかせるのかな。すぐにテンパってボロが出るかも。もう、どうすればいいのよ。だって私、本当は当時で間抜けだし、全然クールじゃなくってあいった、だ誰よ急に。ってコーチ、どうしてここに。それよりも今私が言ったことを聞いてました。あの、その、これはですね、違うんです、誤解なんです。言うなれば、その、今のは全部真っ赤な嘘で、私都城みちるは霧島の誇るハイパークールビューティーで、ごめんなさいごめんなさい、嘘ですから、そんな目で見ないで。はい、本当の私はイルカが思ってるようなクールでかっこいい先輩なんかじゃないんです。ただ見た目の印象がクールに見られがちなだけで、本当の私はコーチが見た通りドジで、慌てやすくて抜けてるんです。けどイルカの前だと不思議とボロが出なくて、そしたらクールで頼れる先輩ってイメージがついちゃったみたいなんです。それにイルカが思ってるほど今の霧島はいいチームじゃなくって、昔は上昇って言えるくらい強かったんですけど、今はちょっとみんなスランプというか、チームがあんまり良くない状況なんです。霧島の現状を知ったらイルカもきっとがっかりしちゃう。私やみんなに憧れてチームに入ってきたイルカを失望させたくないんですけど、私ができることといえばイルカが思う頼れる先輩になることぐらいで、でも私は本当はこんなだし、もうどうすればいいかわからなくなっちゃって、だからその、いえコーチ、頼みがあるんです。イルカの前でクールでかっこいい先輩でいられるよう協力してくれませんか。無茶なお願いだっていうのは分かってるんですけど、でも霧島に入ってよかったってイルカにも思ってもらいたくって、だから協力してくれませんか。そう言ってもらえると心強いです。なんだか気持ちも落ち着いてきた気がします。イルカのためにお願いしますね、コーチ。じゃあ練習場に行きま、いえ、練習に向かいましょうか、コーチ。クールになった私に頼ってもいいですよ。